恐竜の絶滅っていうのが第5の大量絶滅っていうんですけど、うん、今第6の大量絶滅が起きているんです。恐竜第5なんですか？第5です。生命の歴史の中です、うん、第5の大量絶滅が恐竜で、今第6なんです、うん、今の地球ってすごい速度で動物がいなくなってます。例えば過去50年間、たった50年間で、うん、脊椎動物の7割ぐらいの個体数が減っているっていう国連のデータがあるぐらい、うん、だすごい急速な速度でその生命がいなくなって、僕ら今、うん、絶滅の真っ只中なんですよね。なるほど。それを恐竜のように絶滅するのか、果たしてどうするのか。で今人間って80億っていうとんでもない個体数を繁殖させてしまって、うん、明らかに地球を圧迫していると、うん、っていった時に、もう恐竜の場合は隕石というもうどうにもならない天才だったんですけど、人間の場合は自分たちで問題を作り出して自分の首を絞めている状態、うん、なので、じゃあ恐竜みたいに絶滅するんですかっていうのをいつも問、うん、いてます。まあ、大学にいて学長の仕事をしていても、本当に現場で研究をしている先生方とそうそう話すチャンスってないんですよ先生。まず第一弾として先生にぜひということでお願いします。光栄です。よろしくお願いします。先生がまずその、まあ、福井県の生まれだとかも含めてね、どうも子供の頃からだということのような気がしますけど、なんでこの学問に惹かれたのかということだけちょっともう一回ぜひ聞きたいなと思ったんですけど、はい、いいですか？はい、私は昔から恐竜少年ではなくてですね、ええ、小学校の時は仏像が好きな子供でした仏像ですか？でそこから中学校に入っていくと、福井県っていうので、まあ、化石がたくさん出ていて、で恐竜化石の発掘が高校1年の時にスタートして、そこから参加するようになって、まあ、恐竜の道に入っていくんですけど、うん、仏像と恐竜って全くかけ離れた全然違うものと思いがちなんですけど、実は子供の時に仏像を目の前にして、数百年前にできたもの、うん、そして自分という現在のこの時間の流れっていうか、うん、それをこう感じるのが好きだったんですよね。なるほど。それがただもっと古くなって、それが数千万年前とか数億年前になっただけで同じ感覚です。苦労されたことないですか？親の反対だとか、そんなことやってどうなるんだみたいな、そういう抵抗感って皆さんにあんまりなかったですか？ですね、親が言っていたのは何やってもいいんだけど、うん、ちゃんと人のためになりなさいと、うんうんうん、何やっても、まあ、研究何やってもいいし、好きなことしていいんだけども、ちゃんとそれが人のためになってるかっていうのを常に考えなさいっていうのは、それだけでした。何が一番楽しいですかね、この仕事やってて。もうたくさんありますよね。 ありますね、まあ、それ多分研究者ってみんな一緒だと思うんですけど、僕らなんかその、まあ、海外で調査をして、例えばアラスカだったりゴビ砂漠だったり行くと、おそらく人類でこのヘリコプターで降り立つんですけど、うん、そこに恐竜を探しに来た人類って人って僕が初めて、うん、本当に自分の一歩っていうのが月面の第一歩じゃないんですけど、うんうん、全てが新しいんですよ、未知の世界っていうか、そういうなんか、まあ、そういう意味では北大のフロンティア精神っていうかっていうにつながってくるとは思うんですけど、そういう人として初めてのことばっかりなんですよね、うん、調査もそうですし、うん、発見もそうですし、研究もそうですし、うんうんうん、もう全部自分がこうみんなに情報提供できるっていうか、その辺のこう興奮度合いっていうのはもう常に、やっぱパイオニア感すごいですね。やっぱりちょっと他には得られない、まあ喜びですよね。私の研究って実はいろんなことやってましてでもうざっくり言うと、恐竜がいかに鳥に進化していったかっていう大進化の過程を調べています。でその中に消化器官の進化であったり、脳の進化であったり、あと翼の進化であったり、子育ての進化であったりっていうところが、まあ、どうやって爬虫類から鳥に行くっていう、そういう進化をやっているのと、あとはこれ時間軸の話なんですけど、もう一個やっぱり世界規模の、今のアラスカに行ったりカナダに行ったりモンゴルに行ったり、今ウズベキスタンに行ったりっていうので、そのある時代に、まあ、注目して、まあ、隕石が落ちる直前の7000万年ぐらい前から、まあ、大体9000万年ぐらいの間を今注目してるんですけど、その地球上に一体何が起こったかっていう、うん、そういうのを今やって研究しているってのがありますね。消化器の研究っていうのは特に興味を持たれている理由は何かあるんでしょうか？僕が、私自身もそうですし、いつもうちの、まあ、僕の特に来た院生に言うのは、分かりやすい研究で、うん、私は食の研究、うん、要は、まあ、消化器官というとちょっとややこしいんですけど、食、恐竜の、まあ、食についての研究、そうですね、で、それが、まあ、消化器官もあって脳にも実はかかってくるんですけど、うん、じゃあ恐竜って何食べていたのか
でそう食べることによってどうやって恐竜が自分たちの世界を作って生態系を作っていったかってその進化を探るっていうのが私の今ずっと追い求めてる研究なので、うん、一言で言える研究しなさいっていうのは学生たちにも言ってますし私は食の進化っていうのをずっとやってるところですね、うん、で私もこう今こちらに来て18年かな経ちますけど本当に好きなように研究させてもらって今こうやって研究できてますし学生たちも本当に伸び伸びとできてると思うんですよね、うんうんうん、だから北大ってそういう意味では日本でも非常にいい大学じゃないかなって本当にこれはお世辞じゃなくて本当にそう思ってますね。すごい嬉しいですねそう言ってもらう。でも、まあ、あのそういうところが、まあ、私がたまたま今こう今装置をやらせてもらっているけどやっぱり先人たちがやっぱりこの大学が先生おっしゃったフィールド研究、まあ、大学にやっぱり得意不得意があると思ってあの何でもかんでもオールマイティーに行けるわけでもないし例えば、まあ、東京大学とか京都大学、まあ、フィールドありますけどもやっぱりその規模に比べるとやっぱ北大はすごくフィールドが強いと思うんですよね。そういうところでやっぱりこの大学で勉強したいとそういう領域で勉強したいと思う小学生中学生高校生にとってあの北海道大学に行きたいなと思わせる一つのやっぱり大きな要因はやっぱりこの恐竜研究はあると思いますしそれから水産の研究とか農学の研究とか、まあ、そういうところって私たちすごく大事にしたいなとは本当に思いますね。先生とは違いましてあの最先端には程遠いあのいやいやいや原始的なものしかないんですけど、うんまあ、こうやって当然こういうハンマー使って本当にもう力仕事です僕ら。ちょっと触っていいですかそれ。本当にこういうの使うんですね、でもっと言えば重機も使えますし、うん、あの削岩機も使えますしこういうものから、まあ、あと小さいデンタルピックすごく僕ら使うんですけどあの歯医者さんが使う、ね、デンタルピックすごく使ってますね、うんうん、こういうふうな細かいとこ最後こ、これでこう最後に削っていくようなこんなもので発掘をしています。であとは記録用にあのこういう当然ながら昔から使ってるカメラこれなんかの防塵と、あの落としても壊れないカメラなんですけど、うん、であとはこういうあの僕が行くのはアラスカであのよくグリズリーがよく出るのででこういう双眼鏡でクマがいないかとかで出た時には笛だったりあと僕はクマに出会ったことあるんですよね。もちろんすごくあります。 あるどころじゃないです。あの1日に7回とかでも目の前に何度もグリズリーの目の前にしてますしあと散弾銃僕ら持ってってあのうちは知らないですけどあの威嚇のために撃ったりとか、まあ、そういう生活をしてたりしますね。あとはその記録用の、まあ、カメラだけじゃなくてドローンであのこれが僕らの最先端の限界だと思うんですけど、うん、これ飛ばしてあの空中からいろんなデータを撮ったりしてあの昔では撮れなかったような写真だったりデータだったり、うん、もう3次元構築ってすぐ画像でできるのでメディアに出るのってあの出たがりの人もいますけどそうじゃなくて、うん、出てやっぱり我々の方知ってもらうっていうすごく大事なミッションだと思うんですよ、うんうん、これ先生どんな感じで今非常にあの研究時間も少し削らなきゃいけないぐらいたまにはこうあの NHK とかに出られたり、はい、インタビュー受けられてると思うんですけど、僕はもうすごく大事だと思うんですよ、この辺どうですか。これは言っているあのですね、どうですか私はあの、まあ、恐竜研究でやりたい恐竜研究したいっていう学生がいっぱい来て、うん、あの恐竜に貢献するためには研究者が唯一の別に道ではなくていろんな形があるよっていうので、うん、昔から言ってます。で実は僕はメディアは一つの貢献の方法だというので、うんでまあ、昔からその NHK のディレクターとしてですね実はもう私の卒業生4人実はそうなんですか。でこの前作った N スペは僕の元学生です。あなのでそうやってもうすでに研究の基礎知識がある人に NHK の科学部に入ってもらってそしてまあやると本当にいい番組ができるのでそうやってこうメディアっていうのをこう同じサイドにつける。でそうすると PR 力も出てきますし大学として。なので私が僕もメディアで出るの嫌いなんですけど、うん、やっぱり出ることで恐竜というものの魅力が伝わりますし、まあ、大学で言えば北海道大学っていうのが名前が出るとここの魅力っていうのも伝わっていくっていうのでうまくこうメディアとタッグを組んでやってるというのが私のやり方です。あと先生総合博物館の副館長をやられていて大学におけるその特に北大の博物館ってかなり、日本にある大学の博物館の中で、ね、こうトップレベル走ってて、まあ、ここに来る人ってどこかで学問とかサイエンスに興味を持ってる人が来てそれを本当に満足それを十分飽きてよかったと満足させるものを作るのなかなか大変だと思うんですけど北大の博物館ってそういうレベルに少しずつ近づいてるんじゃないかなと。コロナ入る前は20万人を超えるあの札幌の中でもあのトップ15に入る観光施設になってましたのでそうやって人にどんどん来てもらって
北大の活動、北大の魅力、北大の地の蓄積っていうものをこうシェアしながら、そしてこうまたそうやって育ってきた若者がまあ北海道だけに入ってくるっていう、こういうサイクルをうまく今できつつあるのじゃないかなっていうのと、個人的にはもっと活用してほしいなと、大学の方ですね。あの私たちもぜひあの大学、まあ大学の一部ですけど、一部局ですけども、よりもう寄り添って、あの僕らの持っている PR 力っていうのがありますので、還元力っていうのがあるので、一緒にこう仕事ができたらなとは思ってます。そうですね。そういう意味で、あのいわゆる大学のフラッグシップ、あのこんな立派なっていうか、ある程度社会的認知度がある博物館を持ってるじゃない、そうはないと思うんですよね。で、はい、大学がすごいいい研究やってて、それが見えやすい形で、あの市民に見せて社会展開力、うん、そういう意味で、あの大学における博物館というのは、ね、うん、先生、私は本当にあのこれから北大が目指す一つ あのモデルなんじゃないかなと思うぐらい期待してますね、はい。私あの いつも5つの価値って言ってるんですけど、1つは、まあ、恐竜で言うとですけど、恐竜のそもそものサイエンティフィックな価値、まあ、これは科学的な価値ですよ、まあ、僕ら研究して論文出すことでそれが出て、で今度は教育的な価値で、それは院生だったり学生だけじゃなくて、障害教育、うちだとボランティアがいて、定年された後とか主婦の方がボランティアに来て、恐竜を通じていろんなことを学ぶっていう教育的な効果、市民科学ですね、シチズンサイエンスですね、はい。で次がその、まあそもそもの持っている価値ですよね、歴史的な価値であったり、うん、それは例えば、国宝級であるとか、うん、重要文化財とかっていう、そのお金にならないような価値っていうのがあるんですと。であと残り2つっていうのが、やはり広報的な価値、うん、でもう最後が経済的な価値、うん、この5つがちゃんと満たされることで、うん、ちゃんとその、まあ、私がやっている恐竜研究っていうのが、まあ、一つの形になるってずっと思っているので、なるほど、決して研究だけじゃなくて、やはり教育、まあその、まあ、物の価値であったり、経済と広報っていうのをちゃんとバランスを考えながらやることで、あのさっき親からずっと言われていた人のためになるっていうのはどういうことかっていうのを考えながらやっているっていうのがあります。なるほど。いや今とてもいわゆるあれですよ、あの先生、それがまさにサステナブルな思想なんですよね。つまりやっぱりあの経済循環が起こってないと、あのある人で終わると思うんです。やっぱり次も続かないし、それが一つ大学の中で、まあ、あるいは社会の中でちゃんと経済循環、いい意味でお金が回って次の研究が生まれていくというような仕組みを作らないと、うん、やっぱりダメなんだなと、うん、先生がそういうあのお考えを持ってるっていうのは非常に、今日はあのてっきりですね、先生は本当に恐竜バカだと思ってたんですよ。あの経済のことなんか総長言ったらダメですよ、こんなところって言われるけど、でもそれはすごく大事だと思います、ね、大事だと思いますね。であの、決して効果がなくても努力はすべきだと思います、うん、やっぱり経済的な、いやうち僕らの分野はできませんじゃなくて、やっぱりその中で経済的なバリューを見つけて努力はしないと、やっぱり大学の中にいる以上はそのサステナブルなこう仕組みを作って社会にどれ、やっぱり社会に出していくらかっていう、そういうのは今まで北大は弱かったと思うので、これからやっぱり候補の方もたくさんいるので、ぜひそういうのをねやっていきたいですね。やはりあの、ね、総長は大学のトップの方で、あの多分大学運営ですごくお忙しいと思うんですけど、こうやって私のこう恐竜の話をここまでいろいろ聞いていただいて、しかも非常に興味持っていただいて、あのいただいて、私も非常に楽しくお話ができました。あのやはりこう、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、あの大学をなんとかしたい、なんとか良くしたいとか、よりこう、まあ、いろんな学生、多くの学生、一人でも多くの学生に北大に来てほしいって、この北大の魅力っていうのを伝えたい気持ちっていうのを私も実はかなりありまして、まあ、総長 もう当然ですけど、そのような北大の魅力っていうのを伝えたいっていう意味では、何か同じとこを感じることができたので、あのこれから一緒に、まあ、博物館も北大のために何とかできることは何でもしたいなというふうに思いましたね、はい。あのこれから、まあ、何人かの研究者と話をするんですけども、第1回目として本当に良かったなと思います。まあ、やっぱり小林先生、あのまずあの一つは、まあ、古生物学という、まあ、非常にあの、まあ、研究者がそんなに多くない領域で、これを日本全体で盛り上げていただいて、北大を代表する研究者だったということ。もう一つやっぱり今日思ったのは、本当に先ほども申し上げたけど、まあ、本当に自分の興味だけでやってるというようなイメージも、まあ、ないわけじゃなかったんですけども、やっぱり大学全体をご覧になってるし、そしてどうやってこう古生物学全体をですね盛り上げて、
北大の中でもその立場をちゃんと作っていこうかというですね、非常にこうバランスのいい方なんだなと思いました。